皆様こんにちは。ドクターにしたこと。西田たる糖尿病内科院長にしたわたるでございます。えー、令和5年、2023年、えー、初めてのビデオ収録になります。本日1月15日かな。日曜日に収録を、初収録を行います。えー、今日のテーマはこちらでございます。人間はなぜ歯を磨くのかなっていうですね。おそらくこれは、 子供ちゃんたちが、私たちが子供の頃、もしくは今の子供さんたちも、お父さん、なぜ歯を磨かないといけないのっていう疑問っていうのは、日本人全員が持ってきた疑問ではないかと思うんですね。でも、これに真剣に答えてくれる先生方はいらっしゃったでしょうかっていう話。私が、私に関しては、思い出す限り、西田渉君、 歯磨きはね、これこれこういう理由でしないといけないんだよっていうふうにですね、わかりやすく説明してくれた先生は幼稚園、ほまあ、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校して大学、医学部でも、お記憶にございませんですねね。 歯を磨きましょうというお話は世の中に山ほど出てくると思うんですけれども学校でも歯を磨きましょう歯は大切ですということで歯磨きの大切さは解かれるけれどもなぜその歯を磨かないといけないのかその理由を知ることっていうのは私はとても大切だと思うんですねでもこの理由を書いてある本というのはもう滅多にないんですねこういうなぜ歯磨きが大切なのかということをですねわかりやすく説明されてる先生はまあ私が知る限り え今日ご紹介する二人の歯医者さん。まあ、そしてもう一人、次回ご説明する、次回とご紹介させていただく歯医者さん三人かなと思うんですけれども、今回はその三人の先生方の、えー、知識、そしてお言葉、経験、それを皆様にお伝えすることで、この人間はなぜ歯を磨かないといけないのかっていうですね、その根本的な、えー、疑問にお答えしたいと。 思います。元歯周病男が教える歯磨きの理由。ね。元前回の,の,のテーマでは、元歯周病男のこのおじさんが紹を <laughs> しましたけどね。 まあ、50歳近くになるまで、このおじさんは、1日1回3秒しか、1日1回3秒、カチャカチャカチャ、朝1回3秒、ピューしかやってなかったわけですけども、その、元歯周病男ですらですよ、1日1回3秒の男も、ちゃんと、歯の大切さ、お口の大切さに気づいて、きちんと歯医者さん、そして書籍、論文から学べば、きちんとしたお口のケアができるようになるんですね。で、先ほども、ちらっと言いましたが、 例えば子供さんたちがパパママ、野生のライオンさんはお肉あんだけバリ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 食べてるけど歯磨きしてないよね <laughs> なんでライオンさんは歯磨きしなくても虫歯もできないのって聞かれたらどう答えるんですかというか地球さんでも、えー、それわけわかんないわけわかんない。<laughs> 地球さんでも答えられない。非常に深い深い根源的な問題だと疑問。 確信をつく疑問なんですけれども、これに答えることは本当に難しいんですね。で、これは医学書にも書かれてないし、学術論人文にも書かれてない。で、大切な大切な書籍をいくつか一つご紹介したいと思います。で、まあ今日ご紹介するのは一つはお猿さん。野生のお猿さん、健康、お口が健やかであること、お口が元気であるということは、その根本は野生のお猿さんと 遊牧民に学びましょうっていうのが今日のテーマになります。野生のお猿さんとモンゴルの遊牧民さんたちが皆さんにどうすれば人間のお口っていうのは健やかになるのかということをですね、体を使って教えてくれるんですね。さて、そのお猿さんなんですけども、そのお猿さんを紹介するときに皆さんにご紹介したのがこちらの本でございます。人間はなぜ歯を磨くか。人間はなぜ歯を磨くか。 石川淳先生という、もう亡くなってますけれども、北海道大学私学部で教授を務められた死臭病の専門家の偉いえらい先生なんですが、この先生が、今から1986年、今から36年前に、まあ、石百出版という、まあ、専門、書籍の出版社から、 今から36年も前に出版された本なんですが、もうと、この本はもちろん絶版になって手に入れることができません。残念ながら公立図書館でもこの本を置いてる図書館は調べても出てこないですね。唯一国会図書館、国会図書館にはこの本あるみたいですけれども、 もう今プレミアムがついてもこれ中古、古本だと3万円超えてます。私が買った時が2万円でした。まあ私は幸いこの古本を手に入れることができたんですが、この人間はなぜ歯を磨くかという根源的なこう疑問に対する答えを、この北海道大学私学部の教授である先生が書かれてるんですね。一冊こうやってね。 わかりやすく、一般国民でもわかるでもこれ絶版なんです。ほ本当残念なことにね。まあ36年も経つと、こういう名著、歴史的な名著は失われて、もう本屋さんにはもちろんなし、図書館にもないような状態になっているので、私が石川先生に代わって、まあこの本の、まあ、触りをね、ご紹介したいと思います。 で、この石川先生というのは非常にまあ優秀な先生で若い頃は非常にまあ世界的に有名な研究をされました。猫ちゃんを使った、猫ちゃんを使った動物実験だってんですけども、まあそれがとても評価されて、えー、若い頃、1958年、1 9今から66年前ですよ。66半世紀以上の昔、えー、妻、4歳の娘、生後1ヶ月の息子さん連れて、アメリカ大陸を20日間かけて、あれ あ太平洋を20日間お船に乗って、飛行機ないですからね。太平洋を20日間かけてお船で渡って、そして4日間、汽車ポッポに乗って、えー、アメリカ大陸を横断して、1ヶ月近くが本当命をかけて家族でアメリカに留学されたわけですね。まあ当時、アメリカに留学できるなんてのは本当にごく、医者や歯科医師の中でもごくごく一握りの本当のエリートしか行けなかった。まあ本当、夢のアメリカ留学だったんですが、 その石川先生が若い頃に行かれたのが、ボストンのタフツ大学。そしてグリックマン教授と呼ばれる、まあ当時、刺繍病の世界的研究者。 最先端を走る歯周病。当時、日本ではまだまだ歯周病という言葉ですら、歯医者さんの間ですら、この歯周病というのは1960年前後というのはまだ根付いてない。歯磨きっていうものもほとんど日本では認知されてない時代だったんですね。そういう時代に世界最先端の歯周病の、主に基礎研究、人間、 患者さんももちろん見てるんですが、あとでもご紹介しますが、基礎研究、動物実験、ワンちゃんとか、様々な動物ちゃんを使いながら、その死臭病の原因であるとか、そういうものを研究されてる、そういう研究室に、えー、破格の待遇で年俸当時5000ドル、360円、1ドル360円の時代に年俸5000ドルで、ものすごい破格の高待遇なんですが、そこに留学すると、留学すたもうす、するやいないや、 大目玉を食らったということがこの本に書かれております。石川先生がもう命からからね、家族で1ヶ月かけてアメリカに行かれて、そして留学先で教授に、大目玉、どういう大目玉か。お前は日本の大学講師だろ大学の講師を務めるほどの人間がバーワッサー論文も知らんとは何事やもう帰れ帰れ日本にさっさと帰れ荷物をまとめてみたいに、めちゃめちゃ激怒されたんですって。go home! ってね。 日本帰れもうまた1ヶ月かけて帰れお前はみたいにめちゃめちゃ怒られたんだそうです。このバーワッサー論文。バーワッサーという先生が書かれた論文。バーワッサー論文。この論文を読んでないお前は、死臭病を研究する資格がない。めっちゃ激怒されたんだそうで,で、まあその論文読まれたそうですけども、まあそれがこちらの論文になります。これは、 あ私、この、まあ、そういう話が出てきたので、この論文を取り寄せましたけれども、これはですね、なんと1939年、1939年です、今から83年前、まあ、当、当時でも、だからもう60年近く、えっ、ー、と、いや、当時だから1939年ですからね、だから30年ぐらい、当時でも30年ぐらい、2、30年前の古い論、当時で2、30年前、現在だともう83、83年かな。 83年前の論文なんですけれども、これ、バーワッサー先生という先生が書かれた、この、これがそのコピーなんですけどね。私は、まあ、元研究者なので、まあ、こういう論文、まあ、ちゃんと取り寄せて読みました。はい、中身も。もう、結構5000円ぐらいしたんですけど、この論文取り寄せるために、まあ、薄っぺらい論文ではあるんですけれども、なぜ、この石川先生が、 えー、北海道から1ヶ月かけてアメリカに行ってよ、この論文読んでないからい、日本に帰れって怒られたのか。私はこの論文読んでその意味が分かりました。本当にこれはですね、歴史的な論文でございます。現在、この地球上でこの論文を持ってる、まあ医者では多分世界で僕一人だと思う。医者の中では間違いなく。歯医者さんでもこのバーバスター論文を手元に置いている先生は、まあなかなかいらっしゃらないと思うんですけど、これどういう論文か。 これはですね。まあ、ここに、ね、まあ、英語でタイトルがあるんですが、このハードソフトダイエッツっていうのがポイントになります。ハードっていうのは硬い。ソフトっていうのは柔らかい。ダイエットっていうのは食事っていうことですね。まあ、ワンちゃんこれはワンちゃんなので、ドッグズなので、ワンちゃんの餌において、やわら、硬い餌と柔らかい餌。この影響、この食、同じカロリーと栄養素だけれども、片っぽは、えー、ワンちゃん用のビスケットで硬い。 硬い餌を与えたワンちゃん。そして、こっちはこのビスケットを粉々にして、水を加えてマッシュポテトのようにして柔らかくした食事。この二つの硬い餌と柔らかい餌を与え続けるとワンちゃんのお口がどうなるかなということを見た研究団ですね。もう一回繰り返します。片っぽは硬い。 本来のワンちゃんが好き好んで食べるような硬い硬い,固いカリカリなカッ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 カって感も人間だと噛めないぐらい硬いビスケットの餌を食べ続けるワンちゃんこちらはこれを粉にして水を加えてマッシュポテトのようにして柔らかい寝たきりのおじいちゃんおばあちゃんに与えるようなまあもしくは赤ちゃんの離乳食ぐらい柔らかくした柔らかい餌これを14週間3ヶ月にわたって毎日毎日 アメリカのタフツ大学の研究生、おそらく大学院生の先生が、歯医者さんが朝朝、朝昼、朝、朝昼晩、朝、毎日毎日日曜もなくですよ。毎日毎日3ヶ月間、このマッシュポテトじゃなかったらマッシュ餌、<laughs> 柔らかい餌、離乳食のような柔らかい餌と、硬いビスケットをワンちゃんに与え続けた。で、ここで大事なことは、これは元々のビスケットは成分は同じなので、柔らかい餌も硬い餌も、 カロリーと栄養素は同じだっていうことです。私たち、まあ私専門糖尿ですからね、患者さんに栄養指導とかいうことをするときに、お医者さんも栄養士さんもカロリーや栄養素のお話はしますけれども、この硬さ、柔らかさっていうのは一切頭にないんですよね。だからこの研究というのは本来医者や全世界のお医者さんや栄養士さんが読むべき論文だと私は思います。このバーバッサー論文というのは。 栄養指導という栄養においてカロリーと栄養素っていうのは非常に重要視されるけれども,もっと大切なものもあるんだよということをこのバーワッサー先生が書かれた論文で明らかになったんでワンちゃんが体を張って3週間硬いビスケットもしくは柔らかい離乳食のようなマシポテト状の餌を食べる、続けると一体何が起きたか。 まあ、詳細はここに写真付きで掲載されてるんですけれども、まあ、著作権の問題があるので、まあ、わかりやすくご紹介しますと、硬い餌を食べたワンちゃんは全然元気。美味しいワン、美味しかったワン、もっと食べたいワンということで、お口も元気だったそうです。ところが、柔らかく粉々にされて、マッシュポテトみたいになった離乳食のような、 介護食のように柔らかい餌を食べ続けたワンちゃんの歯は、なんと歯茎が汚れて、汚れて、歯茎が汚れて、汚れて、腫れていた、だそうです。めちゃめちゃ汚かった。要するに、歯周病を起こしてたっていうことです。同じ餌なのに、同じ餌なのに、硬いビスケットで噛み応えがあるビスケットを食べ続けたワンちゃんの歯茎は綺麗だったけれど、まあもちろんワンちゃんだから歯磨きしてないですからね。 飼育中は歯磨きもしないですかでも柔らかい餌を食べ続けたワンちゃんの歯茎は汚れて赤く腫れて歯周病のになってたっていうことが、まあ、顕微鏡を使った実験でも明らかになってるんですね。これ世界でもおそらく初めてだと思います。だからこの論文っていうのは歯周病というものを考えるときに食べ物だけではなくて歯磨きだけでもなくて食べ物の歯応え、硬さ、 そういうものが、この歯茎において非常に重要な役割を演じてるんだよということを、歯磨き以外に大事なもの、それは食事、食事の硬さなんだよということを、この今から83年前の論文が 解いてるんですね。なかなか面白い。皆さんでも,おもなんか興味湧いてくるでしょ学術研究ということは、本当に大切なことを私たちに、本当は解いてくれてるんですけれども、でもこの大事な、大事な論文はもう83年前で忘れ去られてるんですよね。なんかでも僕は、ドクター西ではこういう過去の先人の研究っていうのはすごく大事に思う人間なんですね。だから僕はこのバーワッサー先生、もう当然お亡くなりになっているでしょうなりましたけれども、 ま、その先生が残されたこの大事なことをもう一度令和の時代に蘇らせてスポットライトを当ててこういう形でこのビデオで YouTube で皆さんに一つ一つお伝えしたいと考えている次第であります。で、石川先生はその後帰国されてそのやっぱり歯周病、歯磨きだけではなくて食べ物も大事なんだということに気づかれたので、えー、帰国されて高崎山で研究をされたそうです。 これが、これも私取り寄せました。1964年、1964年ですからね。これ58年、もう今から58年前のもうボロボロの古本ですけれども、高崎山の野生日本猿ということで、まあ動物学者の先生方とに混じって、この私学部の先生、北海道大学私学部の石川先生と大学院生の先生が参加されて、えー、お猿さんのお口の研究をされたんです。これを、 先ほどちらっとご紹介した基礎研究って言います。人間を対象にした研究は臨床研究って言います。人間を対象にしたね。でもその一方で人間だけではわか、わからないことがあるんですね。先ほどみたいにワンちゃんに3週間硬い餌と柔らかい餌を食べ続けさせて、そして、えー、解剖して歯の状態を調べるなんていうことは人間様相手では絶対にできないわけですよ。 で、それをワンちゃんの力、ワンちゃんの犠牲を得て、そういうことを明らかにする。まあ、こういうものを基礎研究と言います。なかなかこの基礎研究、私はかって若い頃ずっとこれやってたんですが、医者の中でも、人間を対象にした臨床研究でないうのは重要視されるんですが、この基礎研究っていうのはね、馬鹿にされがちなんですね、残念ながら。 この基礎研究をやったことがない先生の方が圧倒的に多いので、このこういう基礎研究の大切さをちゃんと理解しているお医者さんっていうのは意外と少ないんですね。でも私はやっぱりこういう基礎研究がとてもとても大切な先ほどのバーワッサー先生の論文もそうですが、あ大事なことを私たちに教えてくれるということを何十年もかけて学んできたので、まあそれをこうやって YouTube でご紹介したいわけです。で、具体的にはこうやってお猿さん捕まえてきて、まず獣医さんが麻酔します。 ね、お猿さんは、あら、あね、それ暴れますよ。お口のなんお口のなんか開けるなんかやったことないですからね。安生の高崎山のお猿さんだが。そのままやったら、何する お前みたいに大きい指噛んじゃうじゃポッキーってことでお猿さんの歯ってめちゃめちゃ怖いらしいです。もう簡単、あこのカムチかむ力めっちゃ強いからお猿さんに指噛まれたら簡単に指一本二本三本ピチューンと飛んでいくんだそうですよ。だから、まず獣医さんが麻酔かけて、とろーんと刺した状態で、このお猿さんが目がとろーんして、あー、何、何やってんだ、お前たち、ハチっていう感じで、半分目がとろーんとしてる状態で、これはそらくこちらが石川先生が、ああの あのちゃんと固定してそして上から大学院生の先生がピカッと怒る当時の一眼レフのカメラでお口の状況を撮る撮影するもう本当に命がけの研究をされたわけですよねすごいでしょこういうことをされてる歯医者さんはまず今はいないと思いますお猿さんの相手にこういうことをねででも石川先生はアメリカで こういうバーワーア論文も大切さも教えられて、そしてやっぱり動物実験というものの大切さを理解されたので、高崎山のお猿さんを使って研究されたんです。なんとその数、で、野生ザルだけではなくて、飼育ザルも研究されたそうです。飼育猿の、野生猿のお口と飼育ル モンキーセンターとかで、動物園とかで飼育されてるお猿さんのお口を全部でなんと309頭、総計309頭のお,るさお猿さんのお口を写真をきちんと撮って記録されたそうです。そうすると、高崎山に住んでるお猿さんはなんと虫歯も死肉炎、死臭病も野生猿ではほとんど見られませんでしたと。高崎山にさん住んでるお猿さんのお口はめちゃめちゃ綺麗やった。 虫歯もない、歯周病もほとんどなかったそうで。それに比べて、それに比べて、えー、モンキーセンターや動物園で飼われてる人工飼育のお猿さんでは、飼育の期間が長くければ長いほど、まあ、理の程度、要するに虫歯であるとか、歯周病がはるかに強いということが分かりました。 長い間、モンキーセンターや動物園で飼われてれば飼わるほど、要するに、動物園で出てくる飼育用の先ほどのワンちゃんの餌と一緒、柔らかい餌ばっかり食べてるお猿さんは、長ければその期間が長ければ長いほど虫歯がたくさん、歯周病がひどかったということがですね、高崎山の研究で明らかになったんです。写真がこれで具体的なね。野生のお猿さん、高崎山のお猿さんのお口、こちら。 パッと見なんか、え、なんか汚いなと思われるかもしれませんが、この、あの、黒い粒々に見えてるものは色素の沈着、タンニンとかね、葉っぱをたくさん食べるんです。あとでも出てきますが、野生のお猿さんは葉っぱをたくさん食べるので、葉っぱの色素が沈着して、こういう黒い色素がついてますけども、基本的には出血もないし、歯茎もしまって、ピチピチ。めちゃ綺麗な。ところが、飼育ル あ今日はバナナだ、ユッキー、柔らかい、美味しいな、甘いなっていうお猿さんたちの歯はこちら。まあ、ひどいですよね。ぱぱっと、素人さんが見ても全然違いますよ、ね、こっちは出血してないけど、こちら赤いのは全部出血ですからね。で、 白素がついて、歯石になって、もう、歯周病がひどくて、もう、この、この、赤と白の歯の間の、なんかの、ちょっと、茶色いペットリしたのは白素でございます。白素がぺったりついて、そして、出血もして、歯周病もひどい。出血しまくって、歯周病めちゃひどかったっていう。ね。高崎山のお猿さんと、飼育、モンキーセンター動物園のお猿さんのお口では、こんなにも違う。飼育園だから、 カロリーや栄養素は十分、野生のお猿さん以上に栄養があるものを食べてるでしょうけれども、でも、お口の状態が全く違う。先ほどのバーワッサー先生がされたワンちゃんの実験と全く一緒のことが、高崎屋までも確認することができた。で、ここに石川先生はその時の感想をこう書かれてます。 猿は人間と違って歯などを磨いたことは全くないわけですね。高崎山だから、高崎山に歯ブラシないから。それにもかかわらず、大半の野生の猿の口は実に清潔で、ここが面白い。若いお嬢さんの口より綺麗かと思うほどでしたけどね。野生のお猿さんのお口を見てみたら、ね、あやって300匹捕まえてきてお口見てみたら、 まあ、汚いかと思いきや、まあ、実に清潔高崎山のお猿さんのお口はピカピカポンポン。その辺を歩いている日本の若いお嬢さんのお口より、これは綺麗なんじゃないですかね、先生ということを感じられたそうですよね。野生のお猿さんのお口はびっくりするほど、それに比べて、モンキーセンター飼育園あ、飼育園、動物園にいるお猿さんのお口は本当にひどく、汚かった。 で、なぜかということなんですが、ここが面白いわけです。実は私も知らなきませんでしたけども、野生のお猿さんの主食はもう半数近くは葉っぱなんだそうです。果物かと思いますよね。僕たちもイメージでなんかバナナ食べてるようなイメージがあります。バナナなんか高崎山ないから、果物なんて本当にちょびっとしかないそうなんです。 ほとんどの種族は葉っぱ。だから葉っぱをガチ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 。から晩まで食べてるんですって。葉っぱだからカロリー少ないですからね。山ほどの葉っぱを食べないといけない。すなわち。この葉っぱを食べることがもうわかりかと思いますが。歯磨きになってたということなんです。お猿さんが教えてくれてます。皆さんね。良い子のお友達。歯磨き。食事は歯磨きなんだよ。ウッキーって教えてくれてますよね。はい。 野生のお猿さんが葉っぱを山ほど食べるのと同じように私たちも本来は伝統食、歯ごたえがあるもの、硬く、柔らかいものじゃなくて硬いもの、野菜、いろんな伝統食、古くがある伝統食を食べること、それは、すなわち歯磨きと一緒なんだよ、食事っていうのは本来歯磨きと一緒なんだよということを高崎山のお猿さん、そしてバワッサン先生が研究されたワンちゃんたちが教えてくれてるわけだね。そう考えると学問っていうのは面白いでしょ 学術論文。研究の世界なら本来本当にワクワクするようなことを私たちに教えてくれてるんですよね。まあ僕は YouTube でそういうことを皆さんにお伝えしたいわけです。だから皆さん、もう今時こういうものをチューチュー、もうべご,ご飯食べる時間がもったいないからちゅうちゅうで終わらせてる若い人結構いらっしゃいますけど、それ食事じゃないから、熊さん怒ってますよ、本当にもう。それ食事じゃないから、ね。高崎山のお猿さんってワンちゃん教えてくれてます。こんなもん食事じゃないよ。 お口がぐちゃぐちゃになっちゃうよということなんですよね。で、今まではワンちゃんと、えー、そしてお猿さんの同じだけしてがした。人間の場合はどうなのかなっていうこと気になってまきますよね。はい、それを教えてくれるのがモンゴルの遊牧民さんです。 これは、私のお師匠さんでもあります、岡崎義秀先生という、日本でも非常に有名な小児歯科子供さんを対象にした小児歯科のスペシャリストの先生なんですけども、この先生は、以前からモンゴルに定期的に出かけられて、モンゴルの子供たちのお口の状況、そして歯磨きのやり方、仕方、歯磨き指導、そして教育。 モンゴルの若き歯科医師、歯科衛生士さんに向けて、えー、お口の大切さ、そしてお口の手入れのやり方をずっと長年にわたって、ね、啓発されてきた本当に偉い偉い先生なんですが、私、幸いこの岡崎義秀先生と仲良くさせていただいて、いろんなことを教わってきたんです。 岡崎先生からも目から鱗の話を教わってきた。で、その一つがこれなんですが、まあ、モンゴルに行かれるのでこうやって、モンゴルの地元の人たちと交流されて、モンゴルの人たちが食べるようなものを食べたりされて、岡崎先生様々な貴重な写真を撮られてるんですが、例えば、 これ、あの、石鹸じゃない、これ、チーズだそうです。これ、モンゴルのチーズ。めっちゃもう見ただけでもお分かりでしょうけど、めっちゃ硬いんだそうです、このチーズ。もう日本人じゃかじれないぐらい硬い。そして、モンゴルの人たちは、えー、このね、ヤギあの、羊さんを食べられますから、この、ね、あの、ほふるとき、まあ、潰すときにも、血が一滴も流れないようにして、こうやって、大事に大事に、 えー、一体の羊さんを、この後蒸したりして、もう、肉ごと、ガーって食べるわけですよ。硬い要するに硬いもう全然、ほとんどもう、茹でるぐらいなので、もう、繊維質たっぷりで、ガーって引きちぎるぐらいの食事をされるわけですよね。モンゴルの人たちっていうのは。要するに、チーズも硬い。そして、肉も硬い。まあ、そういうことを、 食べられてると、で、このユ、モンゴルの遊牧民の人たちは、この中でお水も貴重ですから、歯,歯磨きもしないし、歯ブラシもないんだそうです。そうすると、歯磨きされてないんですよ、モンゴルの遊牧民はね。そうすると、この人たちのお口は一体どういう状態なのかっていうことなんですが、歯磨きしてないんだから、さぞかし汚いんじゃないのと思いますよね。ところが、どっこい。 先ほどの高崎山のお猿さんと一緒なんだそうです。もうこんな、これ、ね、上のおばあちゃん、おばあちゃんた失礼ですけど、63歳。63歳の女性のこの口ですよ、これ。チラッと見ると、まあ、専門家の歯医者さんや歯科衛生さんが見ると、歯の表面が汚れてるなっていうのは一目でわかるかと思うんですが、出血一切ないし、もう歯茎もピンクもピチピチ。<laughs> とてもこれ、63歳の歯茎には見えないですよね。 もう日本人の二十歳女子高生よりピチピチの歯茎きしてる。本当に綺麗な。惚れ惚れするチューしたくなるぐらいのね、歯茎きなんですよ。そして歯並びが美しい。虫歯もない。歯周病もほとんどない。歯がすごく綺麗に並んでるんですよね。本当に惚れ惚れするような健康。歯磨きなし。生まれてこの方、この63歳のおばあちゃんは歯磨きしたことない。けれども、日頃からのこういう硬い、 チーズでやったり、この、ひ、ひ、あの、お肉、蒸した、硬い硬いお肉をひちぎるような硬い、硬い食事をしていると、歯磨きしなくても、こんだけ歯が綺麗で虫歯もなく、歯ぐ、特に歯ぐがピカピカポンポンっていうことが明らかにしてくださったんですよね。こんなことは医学書に一切書かれてないですからね。学術論文にもこういうのないから、岡崎先生がおも、 モンゴルに乗り込んで、こうやって写真撮ってくださったからこそ分かる事実なんですよね。すごく大切な、あ知識だと私は思います。そうしたらですよ、ここまで見ていただいたら、まあ私たちは、ああ、あの、高崎山のお猿さ,さんみたいに葉っぱ食べてもゲリピンになってしまいますから、葉っぱ食べるわけにはいかないですよね。私たち人間。 人間の場合だったら、モンゴルの遊牧民みたいな伝統食をこれから、ああいう硬いチーズや羊さんとのお肉とかを食べるようになったら、歯磨きはしなくていいのかなって思いますよね。ワンちゃんも首かしげてますけれども。果たして私たちも伝統食。 まあ、私たちは日本人なので、日本の伝統食を食べれば歯磨きはしなくていいのかなっていう疑問が出てくるかと思うんですが、この疑問に答えるために壮大な実験をされた歯医者さんのご一家を次回はご紹介したいと思います。これも面白いですよ。はい。びっくりするような実験がある歯医者さんのご夫婦。お父さんもお母さんも歯医者さんなんですが、その5人の家族が、子供さんたちが歯磨きをしないで、 日本の伝統食を食べ続けたら、果たして子供ちゃんたちの歯はどうなったのかなということをですね、次回はご紹介したいと思います。えー、ということで、えー、どうでしたでしょうか今回は結構ですね、まあこういうもう今は手に入らない絶版になったもう40年近い前の本であるとか、そして83年前の学術論文であるとか、まあこういうおそらく普通の日本国民は 決して目にされないようなものをご紹介させていただきましたけれども、えー、結構皆さんにとって面白い内容だったんじゃないかなと思います。学問というのは繰り返しますが、こうやって、えー、本来は人々の役に立つことをですね、教えてくれるありがたいものなんです。まあ、これからもそういう情報をですね、ドクター西田発掘してお届けしたいと思いますので、えー、ドクター西田の体、なるほどチャンネル、チャンネル登録どう、よろしくお願いします。それではまたごきげんよう。